カモメは、ダザイの短編小説。作品集、皮膚と心に収録された後、風の頼りに再録された。作中に出てくる、戦地から小説を送る兵隊とは、田中秀光のこと。田中は、三聖書甲賀兵を泥と汗と、血まみれになってさまよい歩いていた時に小説、鍋鶴を書いて、ダザイに郵送した。鍋鶴は、 若草1939年5月号に掲載された。妻道子は次のように述べている。初夏の頃だった。ダザイと町の本屋に入って、私が店頭の若草を手に取ってみると、田中秀光さんの鍋鶴が載っていた。前に戦地から送ってきた田中さん米粒のような祭事の原稿を、ダザイの言い付けで聖書して、若草編集部宛て送った。 それが乗っていたのだから、私は思わず、はしゃいだ声を出して、ダザイに知らせた。喜ぶかと思いのほか、ダザイはにこりともせず、一言も口を聞かず、その横顔の厳しかったこと、未だにその時の彼の気持ちははっきりわからないのであるが、つまりは、作家は、ダザイを寒しかえないと思っていなくてはいけないということだったのだろうか。文中、マタイによる、 福音書6章25節の途中から26節までが引用されている。ありがとうございます。